新居水竹から1 8 7十年10月9日は、江戸時代末期の徳島藩市。現在の徳島県徳島市戸田町出身。幼名は陽一女。父は、徳島藩の料理法である、荒井晴美。千歳は鹿。五歳は、同藩出身で、大乗館出身の官僚である林光徳の妹、高。幼少の頃より、父、晴美、芝野平機会。 なば鶴峰、岩本勢案、鉄又た道に漢学を学び、司書に長じていた。1838年に、父、晴るが自陣したために、家督相続する。1841年、12代藩主、八須成な将の自身となり、1850年3年、蔡まさに従って、江戸に行き、昌平公などで学び、10月帰国後は非常格、庭方となる。 1857年5月より7月まで京都で病気養生するも、1859年に13代、藩主、八塚賀仁志博の中古賞となり、1860年、14代、藩主、八塚持明の時効となる。1862年から1863年にかけて判明により、京都に何度も入り時事を尽くし、 同年うるう8月には大故障となるが、8月18日の政変により失脚し、池田村合学校の教授となる。明治元年池田村合学校教授の任を解かれ、同2年正月、徳島の長級館教授となる。同年5月には、勤郷会議へ判明により参加する。同8月長級館学等に就任する。反赤奉還に伴う、 稲台への分藩運動が起こり、1870年4月、徳島藩主と稲高新雪湯のためらい藩していた小室忍立木健全の帰郷に際し、藩士総代10名を東京の新政府に派遣し嘆願することになり、その監督として、新京水武と小倉富三郎が選ばれた。状況後、総代官に稲田屋処罰の議論が高まり、 水竹ら二人は彼らを説得したが抑えきれず、5月6日、早朝、東京の一橋徳島判定から大村淳也すら八名が、脱木するのを黙認し、5月13日、相本などを襲う、交互事変が起こった。水竹はその責任を問われて残刑に処せられ、9月15日、東京芝八金の徳島判定で切腹した。解釈人は、原金吾、人は、ブエで、 共に、水岳の弟子であった。日本法制史上、明治以降に切腹が執行された事例の一つである。遺発が昇進塾時代の弟子、近藤連平によって、徳島市の潮見寺に葬られている。ありがとうございます。